はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、こんにちはございます。今日もブラッドステインドリチュアルオブザナイトの続きからやっていきたいと思います。で前回散々迷子になってね、必要な装備整えてまいりました。アイギスの胸当てってことで、これとりあえずね先に進めるはずで、重力反転、よし、インバート、これキーアイテムよ、キーアイテムというかキー技よ。でこの先のトゲトゲがね、あんのね、この先ね。よいしょと。で、アイアンメイデンは動かしてあげると。オッケーオッケー。で、ここが、ああ、ほんとだ。オッケーオッケーオッケー。これが違った。これ向き合ってる？ああ、ちょっと待って、お客さん来ちゃった、もう。さて、というわけで、お客さんというね、強敵を倒してきましたんで、よいしょ。先へ進みたいと思いますって、これひっくり返しても何もないよ。この状態で行くしかなさそう。あっ、おい、痛い邪魔やな、まあ、邪魔やな。ほい、よいしょ。反対側、およし、アイテムゲット、カラスハット、これなんない、なんかさいつもこうなんか座れる椅子が置いてあるんだけど、チェアーミミック以外のなんかあれあんの、なんか意味あんのあれ、全く私わからない、私わからない。まあいいや。先進むとりあえず。やっとだよ。やっと先へ行ける。待たせたな。先のステージ。東洋魔導研究棟。へぇ。ガープ。ガープ。ガープ。やっぱ、鉄拳なのかな、ガープ。鉄拳だよね、ガープといえばね。さてさて、全然あの魔導研究所みたいな雰囲気はないんだけど、あれ、ちょっと待って、なんだろう、晴天体制か、さっきの猿は。こいつさ、ワープ失敗したんじゃないの？ワープ失敗しちゃったんじゃないの、この人。どっから入ればいいんだ、これ。え、これどうやって入るんだ。あ、これ床。あれ、壊せないか。え、お前どうやってそこ行ったんだ。お前マジでどこそうやって行ったんだそれ。え、謎だわ。まったく。え、なんだこれ、下くぐれねえし、もう分からん。なんか薄い壁を通過できるようなシャードがまたこの後手に入るってことかな。ここで入れないってことは、おそらくだけどさ、先行こう。全然これ魔導研究所じゃなくて、ただの東洋を模した遊び場じゃん。あ、全然話にならん。私のなんでこれつけたんだ、ついてないじゃないか。あ、何、ああ、なるほど。はいはい、あー、ゲンティラーメンのレシピ、うん、いいじゃない、中華麺大好きだよ。
ほう、カトンの術だ。やるな、さすが。入る場所から、入る場所によってもちょっとめんどくさ、めんどくさいですね。痛えよ、痛えよ。死ぬ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 、死んじゃう死んじゃう死んじゃう。え、この猿強え。ちょっと待って、体力はな、体力はやばい。あ、一撃じゃ死なんからいいけど。よしよし。ふう、悪魔の怪我、マジ悪魔だあいつ。よいしょ。おいや、あ、これで上に行けるわけね。はいはい。あー、ここずっと行けなくて、なんだろうって思ってたから。あ、痛い。もろい。なんてもろい。前はめちゃくちゃ強かったのに。バックスティール？持ってないんだな、そんな。じゃあ先に行くか。魔女の涙。はいはい、よいしょ。柔らかいな、柔らかいな。そんなもんかね。まあ、柔らかい方がいいんですけどね。ポーションもっといいのはくれよ。世界のファッション2号か。となりますと、となりますと、あの鳥居のところを行くしかないと、先に行くには。そういうことですね。やべやべ。よし、13匹。なるほど。筋が。おっと、太さじゃない、ほら、細、素早い、スピードよ、スピード。この武器の一番の強みはスピードよ。真相的な感じだね、真相。ちょっとやばい。よし、これ、ああ、これこういう感じ。こっちは、ああ、はいはい、こっちね。はい、おーおー、来た来た。あー、こっちじゃないな。コンバートして、いや、ここ、ここ、よいしょ、インバート。よいしょ、よいしょ、よいしょ。おー、でもこの感じだとここら辺に。ミミックだ、これ絶対ミミック。よし、だと思った。なんか動かせそうじゃないけど、動かせないね。はいはい、大丈夫大丈夫、動かせないのはしてた。また牛が復活してるから、うん、出会え出会えか。あ、そういう、そういう仕組みね。はいはい。カトンの術。よし。鳴らす。おいおいおい。おい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 。おい、使い魔も鳴らしちゃうのか。おい。ふぅ。ほうほうほう。よし。ヒヒイロカネ。あ、ヒヒイロカネって強そうね。ヒドゥンダート。なるほど。
まあ、ゆっくり登って、痛い。これはありがたい。ちょっと回復してこよう。よしよし。というわけで準備を整えて、戦闘準備ということで戻ってきたからね。まあ大丈夫でしょう。よし。オッケー、アイテム2000ゴールドゲット。いるね。よいしょ、悪いやつは倒した。はい、インバート、よし、インバート、よし。これは上から殴っていいんでしょ。これこれでいいんだよね。これでが正解でしょ。ちょっとお前近いお前ら近い。牛が、あいつも重力の使い手か。まあ、過ぎ。いやー、鬱陶しいなこいつら。鬱陶しいな、お前ら鬱陶しいな。よし、ふう、やらせるじゃない、インバート。これ大丈夫、あ、アイテムだ。普通にファッション8号、敵はまた復活してんのかな、もしかして。だよね、うん、だよね、知ってた。よいしょ、いただきましょう、アイテムはしっかり。よいしょ、オッケー、インバート、よいしょ。おい、やめてくれ。おい、よいしょ、オッケー。ふう、厄介。うちのナイトは何やってんの、うじじで。はい、これなんだ、トルネードストライスだ。俺がテル回復しとこう。ふう、よしよし、オッケー。あー、通過できないんか君。あ、通過してきた。通過できないみたいな空気が出さないでくれ。そうしたら最初から通れるなら通ってくれよ、ちゃんと。よし、壁貫通攻撃の恐ろしい仕様を思いしたか。よし、オッケー。先にこっち行ってみるか。忍者カトンの術。よいしょ、まあ二つ。ふぅ、よいしょ、おーい、ほい、ダメージでかっ。よいしょ、ここきっついな、このステージきっついな、きっついでござるな。よいしょ、あ、じゃあ、よいしょ、オッケー。ふう、ふう、なんなんだ、もうめちゃくちゃ猛攻ですよ、猛攻。醤油ありがとう。こっち側？
地味に勝てんだよなこいつ。ちょっとさ、やめて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 、そんな宝箱だけこれ。これふすま開かないね、ふすまは。ふう、日記、明日儀式を執り行う。だが大きな問題が発生した。最適合者であるミリアムが使えなくなった。突然眠りに落ちたばかりか、結晶自体の力も失われているようだ。まさか我が友が、いや考えても無駄、すでに儀式の実行を止められないのだ。だが彼女の力は全体の半分を占めていた。やれるのか、いややるしかないのだ。バエルは無理だったが儀式は成功した。ついにこの世界に悪魔が現れた。これで我々の主張が正しいと証明され、また我々の研究が必要だと思うようになる。だがしかし、ここまでの悲劇は想像していなかった。私は盲目的にギルドのために突き進んだが、本当にこれで、いや考えまい、すでにことはなされてしまったのだ。あー、やっちゃったね。これさっきボスっぽいな。あー、セーブポイントもあるしボスだこれ。これきついねもうこの先、もう二度とここは来ることないだろう。さあ誰だボス。残月、どうした。待っていたぞミリア。残月、やはりあなたはシャードリンカーを許せないの。無論だが今はそうではない。お前の力を見たいだけだ。はあ、どういうこと。私にはあなたと戦う理由はないわ。修羅の道に生きる俺にとって戦いからしか得られぬものもある。悪いよ、本気で行かせてもらう。あ、これも前回と違うぞ。なんだなんだ。よいしょ。いやー、こいつ。おい、でででダメージでっか。あ、届かなかった。よし、おいおいおい、よいしょ、よいしょ、危ね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 、ちょっと待って、アイテム使わせて。ピストロサインが強すぎる。僕の剣も燃えるんだぞこれ。僕の剣も燃えるんだぞこれ。かっこよくない。かっこよくない。残月かっこよくない。君の真似してるわけじゃないんだけどさ。真似してるわけじゃないんだけど、かっこよくない。真似してるわけじゃないんだけど、かっこよくない。あ、ちょっと変わった。さらに変わった。うぅい。は、範囲広っ。範囲広っ。それはずるくないか。だがティスロザインの痛い。うわー、危ねえ、生きてる3400あればすぐ死ぬことはないっしょ。よいしょ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 。敵の体に穴開けまくってっから、ね、空速で空速で空速で痛い。落ち着こう、一回落ち着こう、一回落ち着こう。ピッチョザイン。まだまだあんの。もういいだろう、もういいだろう。氷か。いろんな属性使えるのは分かったよ。ピッチョザイン。そんな伸びる、そんな伸びる、そんなに伸びる。ピッチョザイン。痛い痛い痛い。そうそうそう、伸びるやつだったね。そうだったね。やば、
やばい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 。ヒッロザイン、ヒッロザイン、ヒッロザイン。やばいやばい、やばいやばい、やばい。見て。まだ生きてる、まだ生きてる。ヒッロザイン。どうどう。ヒッロザイン、ヒッロザイン。どうどうどう。ヒッロザイン、ヒッロザイン。ちょっとジャンプ。なんで2回できなかったの今。あ、ジャンプ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 、うぶー終わった。くぅー、痛っ、うっそ。もう少しやれると思ったな。よし、やろうか。よいしょ、2回いける。よし、痛っ。あー、あれどうやって置ければいいんだろう。よいしょ、いて、はい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 。ヒッロザイン、はい、ヒッロザイン、はい、ヒッロザイン、ヒッロザイン、ヒッロザイン、はい、痛っ、あ、痛いよ、ヒッロザイン、体痛いよ、ヒッロザイン、よいしょ、いや、大技やってくるじゃない、ヒッロザイン、ヒッロザイン、ヒッロザイン、はいはいはい、うー、届かない、ジャンプが届かんのよな。いや、でも大丈夫大丈夫、まだまだいける。あー、ちょっと、あ、いや、見えてんのよ、見えてんのよ。よいしょ、はいはい、よいしょ、よいしょ、ヒッロザイン、はい、体に触ってさ、ダメージを食らわないっていうのはでかい。ヒッロザイン、吸血鬼のお姉ちゃんとかダメージ食らってたからな。よいしょ、よいしょ、これ多分ヒッロザイン、ダメージ直近だけちょっとすごく痛いんだろうな。はい、届かない。ヒッロザイン、決心めきし、おい、これまで来た、これまで来たぞ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 、今度勝とうぜ、勝とうぜ、勝とうぜ、ここここ勝とうぜ、力見せたろうで、こっちの力見せたろうで、力見せたろうぜ、強いとこ見せたろうぜ。カウンターを使ってこねえから、カウンター使わなくなったね、カウンター使わなくなったね。あの街のやつさ、いけるいけるいけるぞ、いけるぞ、見て。ヒッロザイン、痛っ、痛っ、ヒッロザイン、ヒッロザイン、よいしょ、よいしょ、オッケー、無理しな、無理しな、無理に攻めるな。え、なになにね、それ空中でさ、向き変えのとか、それなしじゃないか、それなしだと思う。ヒッロザイン、ヒッロザイン、よいしょ、オッケー、ヒッロザイン、ヒッロザイン、よし、よし、オッケー、よいしょ、体穴だらけにしてやんよ。痛い、うっそーん、やるじゃない、どこ行った、どこ行った、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よっしゃった、よし、はい、やりました。そのままもうやめましょう、本気を出していない人とはこれ以上戦えない。いやいや、十分強いよ十分強かったよ、ミリアム、何が言ってんだよ。さすがに見抜かれていたか。てか、残月が強すぎんのか。どうして、あなたほどの腕なら私なんて。これを持っていけ。何、え、
あんたの刀じゃねえのこれ。残月刀という。ほうほう、自分の名前刀につけちゃったんか。俺はグレモリーという悪魔を追ってこの地にやってきた。グレモリー、はい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 。それは奴を斬るための刀だ。グレモリーってジーベルと一緒にいる悪魔。でもどうして私に。俺は何度か奴に接触を試みた。だがグレモリーは俺の前には姿を現さない。ああなるほど、切られちゃうから。避けられてるってこと。まず間違いない。そして気づいているかミリアム、ジーベルという男をグレモリーに支配されている。あ、やっぱそうだよね、そうだよね、そうだよね。じゃあ月を切るっていうのは間違ってねえのか。だがそれも完璧ではないようだ。見たことがあるはずだ、奴の支配が弱まる瞬間を。うっす、船で見ましたよ。そういえば船で会った時に。やはり間違いないな。お前とジーベルの絆は奴の支配を超える。二人が対峙した時、グレモリーは必ずジーベルのそばにいるはずだ。その時奴を斬る。あー、了解了解。ちょっと待って、私と一緒に来てくれればあなたが斬るチャンスもあるはずよ。ここまで避けられているのだ。俺が行くことでグレモリーが現れぬ可能性がないとは言い難い。俺はどんな手段を用いても奴への復讐を果たし。何されたん。お兄さん何されたん、グレモリーに。それに俺には別に気がかりなことがある。わかった、あなたの思い受け取ったわ。思いか。お前なら必ずやれる、信じているぞ。あ、あれ動きれいになった。この先はちなみに行けないよね。オッケーオッケー。というわけで次回グレモリーを切りに行きましょう。あれだよね、あのジーベルの戦闘中に2回目の時かな2回目戦った時にさ、月赤くなってたけど、多分あの瞬間に月をぶった切ればいいわけでしょ、この残月で、残月層で。よし、いけるな、これはいけるな。というわけで次週、新たな未来に向かっていきたいと思いますので、引き続きご視聴いただければと思います。ここまで語り私コインでお送りいたしました。次回もよろしければご視聴のほどよろしくお願いいたします。それではまた次回まで。さよなら。バイバーイ。